アッチソン軍はアメリカ合衆国カンザス州の北東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は16,924人であり、2000年の16,774人から0.9%増加した。軍庁所在地はアッチソン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名はミズーリ州選出のアメリカ合衆国上院議員。 デイビッド・ライス・アッチソンにちなんで名付けられた。アッチソンは1日限りのアメリカ合衆国大統領代行として知られている。アッチソン軍の全体はアッチソンショート試験を構成している。アッチソン軍はアルコールを禁じる、すなわちドライの軍だったが、1986年にカンザス州憲法が修正され、住民は投票で個人がたしなむアルコール飲料の販売を承認した。 ただし、食料販売量の30%までという制限がついた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は435.04平方マイルであり、このうち陸地は432.34平方マイル、水域は2.70平方マイルで、水域率は0.62%である。1804年7月4日、 ルイス・クラーク探検隊は、アメリカ合衆国独立記念日を祝って、アッチソン市に近いクリークに、インデペンデンス・クリークと名付けた。出展、ナショナル・アトラス、アメリカ合衆国国勢調査局、人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。都市名の後の数字は2010年国勢調査での人口を示す。アッチソン軍は8の軍区に分けられている。 アッチソン氏は政治的に独立とはみなされ、下記軍区の数字からは外されている。下表で人口中心は最大都市であり、特に大きな数字でなければ軍区の人口に含まれるものである。ありがとうございます。